ところからです。蓋から消して結びます。ある程度年齢いった女性はちゃんと見て開けた方がいいです。補正兼用の蓋手締めです。結ぶガラージュ版がおしまいです。着物を着ます。いろんな着方がありますけど、で裾を合わせて着ます。腰紐を締めます。締めます。帯じゃなくて体が変わります。いろんな締め方がありますが、私はこの締め方です。手先を前に止めます。後ろでお太鼓作ります。帯枕に帯揚げを通して頬骨で止めて背中に背負います。帯揚げの締めしまってきます。この子は横からねじれてないか確認をして、結ぶ。この下線を作ります。上げます。タレの位置を決めます。私は斜めが好きなので斜めにします。持ってきます。で手先を今入れた仮紐で帯締めを通して締めます。これはぎゅっきっちり締めます。ぎゅっぎゅっ。
面に塗ることです。よいしょ。あとは鏡見てラインを整えます。ちょっと前処理が早かったんでグッチョですが日常なんでよしとしましょう。はい、出来上がりです。はい、はい、以上完成。